こんにちは、ひかりです。今回は、光の勇者、タイガ、そして、力の賢者、タイタスに続いて、風の覇者、フーマですね、を紹介していきたいと思います。の装備ですね。はい。で、食玩装備も発売されたんだけど、先週ね、この、普通のね、通常サイズの、500シリーズのサイズの装備も発売されておりました。かえっに、と、届いたのがね、いつだっけな。 今週の水曜あたりに来たのかな来たんだけど、ちょっとね、レビューが遅くなっちゃいましたね。というかまあ、うん。今日のね、第5話、君のめる君の決める未来か。をね、見てからレビューしようと思ったんで、このタイミングにしました。今ね、ちょうどお昼過ぎなんですけど、YouTube のね、公式配信見逃し配信みたいなやつで見ました。あの、プレミア公開では見れなかったんだけど、その後ね、見ましたね。はい。風魔ですね。 今回はね、君の決める未来ということでね、セグメゲルっていうね、怪獣が登場して、それはね、今日発売なんだけど、それはちょっとね、アマゾンでまだ注文してなくてね、買えてないですね。ちょっということで、今回は、買う予定ではあるけどね。風魔です。ちょっとね、今回塗装剥ぎがあるね。まあ、しょうがない。おいしょ。こんな感じで。やっぱかっこいいなこ。今回のみんなかっこいいんだよな。ちょっと一回タグ切りますね。おいしょ。タグ切りで。 はい。まあまあまずね、フーマでしょ。あ、バランスは大丈夫かな。はい、こんな感じ。ウルトラマン、フーマ。視察技、極性硬派、手裏剣。極性硬派手裏剣ってやつなんだ。で、フーマね、まあ、カズのハサってことで、まあ、スピードタイプなんだけど、あのー、ちょっと忍者っぽいなとは思ってるんだけど、今回ね、完全なね、忍法みたいなのを使いましたね。だから、ニンニンみたいなこと言ってました。忍者系ウルトラマン、初だよね、多分。 はい、こんな感じで。フーマーですね。うん。みんな同じね、あのー、変身アイテムで変身するんだけど、てか同じね、人がね、変身しますね。ひろゆきがね。はい、フーまうん。かっこいい。ここのね、このー、なんていうのかなー。これ、なんて名前なんだろう、この部分はね。まあ、ここはちょっと彫りが深いって感じですね。そして、手がね、開いてる。まあ、コスモス的な感じがあるよね。まあ、青だしね。 ほんでね、カメラだとね、微妙な映り方がちょっとわかんないけど、思ってる以上に水色ですね。はい。で、塗装は一応背面は省略になってますね。うん。足の裏はこんな感じで。九千うん一 ?1905 か。まあ、2019年の5月ってことかな。5月なのへえ発売7月だよね、これね。あ、ちょっと塗装ハゲが目立つ塗装汚れかなハゲかなどっちだろう 汚れかな画面立つけど、ま、しょうがない。カラータイマーはね。あ、すげえ、なんか。カラータイマーの周りにさ、なんか、模様入ってんだけど、すっげえ細かいのわかるなんか、ギャラクトロンっぽい模様が入ってる。すごい。ただ、今回の第5話のね、君の決める未来。ではね、フーマはね、そこまで活躍しなかったですね。まあ、活躍したっていうか、登場したんだけど、タイガとフーマも登場したんだけど、 やっぱりね、最終的に今回戦ってたのはね、タイタスでしたね。別に、タイタスがなんか重要だったってわけではないんだけど、まあ戦ったのは偶然タイタスだったっていうタイミング的に。最初タイガでそこから俺に変われって言って風磨が変わって、フーマがやばいってなったらタイタス、タイタスに変わって、でタイタスがやばいってなったら、なんか宇宙人の助けが入って、タイタス復活してタイタスが結局倒すみたいな。で、今回使ったり、えっとね、リングが、あれだね。 X のリングを使ってタイタスが必殺技を打ちましたね。ちなみに、えっと、誰だっけなタイガーあたりかなタイガーだっけながね、あの、ギャラクトロンの、あのー、リング使いましたね。んリングじゃない。んあ、違う違うごめん。X のブレスレットを使ったのが X レットかな ?X ブレスレット X レッドかな、e、ブレスレットを使って戦って、で、怪獣のリングの方の指輪の方は、タイガーが確か、あの、ギャラクトロンのを使いましたね。うん。 あれ、ギャラクトのマーク2だよね、多分ね。なんで、今回は、まあ一番活躍が目立ったのは、まあタイスだけど、別にフーマとね、タイガーもね、登場しなかったわけではなくて、まあ必要ではあったかなという感じですかね。はい。今回はやっぱ怪獣の方がどっちかっていうとメインかなって感じはしたね。あのー、セグメゲル。うん。で、第5話の感想は、あの、ピリカっていう女性隊員がね、まあ、メインとなるちゃあなるんだけど、うーん、まあ、まあメインだったんだけど、 そこまでその、今回、今回の話でその女性隊員が好きになったかって言ったらそうでもなかったかな。うん。そんなに、あれかなって感じ。俺はね、どっちかっていうとあの、先輩、男の先輩とかの方が好きだし、今回宇宙人、その、セグ・メゲルを召喚させる宇宙人がいたんだけど、それがまあ人間体だったんだけど、その人間体の女優さんもね、出てきたりしたんだけど、まあそのね、人間体の女の人なんだけど、それと、ピリカっていう女性隊員が、まあ仲良くなって、そっからの話なんだけど、 ま別に、普通に面白かったやつは面白かったですね。やっぱね、特撮っていうか、その、戦ってるシーンとかいいよね、技とかね。あと、やっぱり、リングとかさ、ブレスレットとかがあってさ、そこら辺で技のなんか、いろいろ、バリエーションもあって面白いし、怪獣も良かったかな。今回、トレギアは出てこなかったかな。まあ、出てきた、ゃ出てきたん、ん出てきたっけあれトレギア、あ、トレギア、あの、人間体は出てきたっけなどれだっけなあ、出てきた気がするな、人間体は。 ま、出てきたけど、あの、トレギアの、本当の姿ってあるじゃんあの、ウルトラマンっぽい。あの姿では登場してないかな。だから、戦いとかには出てこなかったかな。で、そうだね。来週はね、なんか、以前ね、映画で登場したサデスの弟らしきやつが登場するんだよね。まあ、それも楽しみなんだけどね。はい。一応ね、今回、まあ、身長の比較で言うと、まあ、やっぱみんな一緒かなって感じで、うん、いいですね。ただね、やっぱ悩んでるのは、 怪獣装備今回のさ、セグ、セグメゲルもそうだけどさ、あの、若干小さいじゃん。だから戦わせるとなるとやっぱ食玩装備買おうかなと思ってます。タイガ、タイダス、フーマ。うん。食玩装備やっぱ欲しいよね。で、トレギアは悩んでる。うん。でもタイガ、タイダス、フーマは買おうかなと思ってます。食玩で。やっぱりちっちゃい方がね、 500シリーズのその怪獣装備と合わせて戦わせられるんでね。でね、今回の風魔なんですけど、風魔が発表される前かなに俺が作ってる、このルアにやっぱ似てるんですよね、若干。はい。何が似てるかっていうと、まず、まず体の色が青っていうのもね、まあ何、イメージカラーが青じゃんっていうのも似てるし、プラス、あの、技が、これを使ったなんか、なんか割との、こう、俺のイメージしてた技がね、似てるんだよ。そう。 プラスね、偶然なんだけど、ここの <laughs>、切れ込みをあえて入れてたんだよね、ルナ。そしたら、フーマンも入ってるっていうね。このね、ここね。結構似ちゃってて、イメージとして似てる、しかも手も開いてるし、まぁ、あ、コスモスを元にしてるからなんだけど。っていう意味でちょっと似てたなーっていうのがあって、すぐイメージがルナとね、似てたんだけど、まあまあまあ。嬉しいですけどね、はい。そんな感じで。やっと3人揃ったね。あ、そうそう。そういえば、タイガの、 パワーアップフォームみたいなすげえかっこいいやつが発表されたんだけど、ソフビが発表されてきて。すごいかっこいいんだよ、タイガのパワーアップフォーム。あれもね、ぜひ買いたいと思いますね。プラス、やっぱ、フーマとタイタスもね、なんな、なんかしらね、パワーアップしてほしいっていか、するだろうけどね。うん。あとはやっぱりデラックス怪獣ソ備で発売してほしいかな。うん。って気はしてますね。でも、こう見るとやっぱり、どれが一つをおすすめするんだったらやっぱタイガかな。 塗装のあれがいいもんね。で、やっぱタイダスはね、見た目的に変化球なんで、あれだけど、でもタイダスもできいいかな。ま、あやっぱり一番シンプルなのはフーマかなって感じはする。うん。あと、フーマは劇中の声が独特。思ったより声が高い。うん。あと、タイガとフーマってキャラ被ってるよね、若干ね。うん。なんか、俺的にのイメージは、初めのね、あの、何も知らないイメージは、まあ、ま、あ勇敢で、まあ、ちょっと一番、ちょっと、ま、あまだ頼りないって感じで、そして、 熱血、クールかと思ったら、違くて、なんか、破天荒、破天荒、大人、なんかダンディーって感じ。破天荒、破天荒、ダンディって感じなんで、イメージとね、なんかちょっとキャラ被ってるんですよね。そこが気になるところですね。僕の理想は、あと一人、あの、普通のウルトラマンが登場してほしい、あ新たなウルトラマンが。 プラス、もう一人、ウルトラウーマンが登場して、最終的に5人ぐらいになってほしい。なんか、戦隊みたいな感じで。うん。で、5人の力を一つに合わせたウルトラマンになってもいいし、ならなくてもいい。うん、かなぁ。もしくはなんだけど、過去のウルトラマンがなんか誰何かしらまあそれはちょっと複雑な話になっちゃうから、僕の妄想なんだけど、登場するっていうのもありかな。うん。まあ、でもやっぱり3人かなドラの頃さ、最終回は3人なのかな 三人が並んで戦うって感じなのかなまあ、順番的にはこんな感じになるんだろうけど。うん。三人の、今は、あの、ひろゆきが交互にね、あの、順番で変身していくから、うん、あの、三人が共闘することはできないんだけど、まあ、あいずれできるようになるだろうね。ちなみになんだけど、今回三人をさ、一人で変身するからさ、なんかさ、三期あるって感じしない。 だから、やばい、タイガがやばいってなったらフーマに変わって、フーマがやばいってなったらタイタスに変わるみたいな感じで、しかも今回はタイタスがもうピコンピコンってやばい状態だったのに、その宇宙人の、あの、こう、なんか、このセ,セグメゲルがなんか毒を吐くんだけど、その毒の抗体を持ってるから、その抗体を、なんか、入って、結局、まあタイタスが復活するんだけど、今回4機あったようなもんなんだよね。だからすごいね、有利な戦いだったっていうか、この3人ちょっと今回弱かったかなって思う。 あんまりそんな強かったのかなセグメゲルって。そう。三人が交互に戦っても倒してなかったからね。毒を持ってるってだけで。うん、ちょっとまだ弱いのかなやっぱ、この辺は。うん、まあ、最強なウルトラマンではないよね。でも、いいですね。あの、完璧じゃないからこそ、うん。なんか、応援したくなるっていうか。プラス、あの、ひルゆき、変身す,する人がさ、ま、あ、変身してない、戦えてない時とかにさ、なんか、<laughs> 小さちゃい感じで出てくるんだよ、この三人が。ほんで色々おしゃべりするんだけど、なんか、電王のさ、イマジンに似てるとか言われてるけど、確かにそうなんだよね。主人公プラスこの三人がなんかお話しするみたいなのが多くて、ちょっとそこら辺がコメディ要素もあっていいかなと思います。あとはなんだけど、今回のなんか、ウルトラマンタイガー、見てて思うのは、なんか、役者さんの演技が、マジすぎない <laughs> なんかすげえ泣く演技とか本気だし、あーとかいう演技とかめっちゃ本気なんだよね。 もう個人的にはそんなに演技にはこだわんなくてもいいなと思ってるから、そこまで本気で演技されなくても、ちょっと下手くそでもいいなと思ってるぐらいなんで、うん。まあでもなんか、今回は演技になんかすごい力入ってるのかなって気はするけど、ちょっと、うん、ガチすぎとかなんか前回ぐらいまでは話がちょっと重かった部分もあったんで、今回はそこまででもないけど、まあ、ちょっと重いっちゃ重いけど、全体的に話も重めでやっていくのかなとは思うんだけど、演技もガチで。 あまあ、コメディ要素もあるから、暗くはないんだけど、ちょっと重い話もある。今回もそうだよね。あの、ピリカが友達になったその、獣人、結果的にさ、死んじゃうわけじゃん。死んじゃうっていうかまあ、死んじゃうわけじゃん。そう。それが君の決める未来ってことでね。うん。まあ、あれなんだけど。いうことで、今回はね、ソフビレビューだね。そうだね。まあ、思ってる以上に水色です。はい。で、ここやっぱ長いのかっこいいね。うん。あ、これ、飛び出してんな。 まあ、やっぱりウルト、ウルトラマンのやっぱその本家だからすごいさ、ね、やっぱオリジナル、僕とかが使う、作るさ、オリジナルウルトラマンとは違って、今までにないデザインだよね、やっぱね、こう、革新的なデザインですよね。うん。いいね、やっと三人揃ったわ。これでなんか、遊びがちょっとやりやすくなるかな。うん。でもやっぱりこの装備の出来としてはやっぱタイがすごいなと思うけどね、こうパッと見ね。 うん、一番力入ってるかなって感じ。まあ、そうだね。おすすめはどれかって言うとまあ別に本編見て、うん、好きだなと思ったキャラがいいと思うんだけど、まあ、人気ランキングつけちゃうとフーマーはちょっと不利になるかもね、今回はね、今んとこね。やっぱタイダス人気なんじゃないかな、面白いし。やっぱりでもね、決めポーズがね、ダサいっていうのはあるけどね、あの、ボディービルダーのポーズを取るからね。<laughs> なんでとか思うけどね。あと、それぞれ変身した時にさ、ギュンっュンんででかくなる時の、なんか、ポーズも違うし、し あと空飛ぶ時のポーズも多分違うでしょう。ね。まあ、これからね、楽しみですね。この三人の仲間割れとかもあったりするのかなどうなんだろう。今回は別になんか、このウルトラマンの三人の誰かが重要っていうのは特になかったかな。うん。まあ、たまたま大切な戦ったね、時間が多かったけど、特にこの三人の誰かが関係してるってわけじゃなかったんだけど、これからはさ、あのー、ね、今回はフーマーに焦点を当ててるとか、 タイタツに焦点を当ててるとか、まあ、タイヤだったりとか、そういう話とかも増えてくるんでね、どんどんね、こう、深掘りされていくんじゃないかなと思います。キャラもね。やっぱでもやっぱね、ウルトラマン特撮がいいね。うん。ん合成とさ、その、リアルの特撮っていうか、ジオラマを使ったやつというか、ミニチュアというか、あれやっぱいいね。ウルトラマン、ウルトラマン系列ね。うん。なんか、 古きと、まあ、前も言ったけど、古い良さと新しい良さをいい感じで混ぜて、ちょっと古めよりかな、どっちかって言うと。うん。なんか、いい感じだと思います。うん。あとはやっぱり、その、リングとブレスレットは集めたくなりますね。はい。はセグメゲル欲しくなったなぁ。セグメゲルと、あとやっぱ食玩装備はね、買いたいと思います。あ、あと、最初の怪獣のヘリベロスだっけ あいつまだタグ取ってないや紹介してないもんね動画でね紹介しますはいとというこで今回はウルトラマンタイヤよりウルトラマンフーマの紹介でしたあとかあとまあ第5話君の決める未来の、えー、まあ感想雑談という感じでしたということでこの動画良かったなと思っていただけた方は是非評価ボタンをお願いしますチャンネル登録やコメントもよろしくお願いしますそれではまたバイバイ